冷たい空気が好きよ。爽快だ。私の中のノルドの血のせいだろうけど、確かに私を活気づけてくれる何かがあるの。母は真の強い女性だったわ。剣術を教えてくれたのは母なのよ。想像できる？同類ね。会えて嬉しいわ。友よ、プロベンタス、神のご加護を祈っている。我が兄弟、何が欲しいんだ？もっと戦争に貢献させないと。俺の聞き違いか？宮殿にドラゴンを閉じ込めるのを手伝ってほしいと言ったような気がしたんだが。主張と戦えとは言っていない。彼の目を開いて。もちろん、すでにあのドラゴンからホワイトランを救ってくれたんだ。この借りは大きい。しかしわからないな。懸命に近寄らせないようにしてきたのに、どうしてドラゴンを町の真ん中に誘い込むのだ。アルドゥイン、世界を喰らうものか。だがどうやってそいつと戦うんだ。そいつが戻ってきたってことは終末の時ってことじゃないのか。本物のノルドのような口ぶりだな。お前と共に戦うよ、ドラゴンボン。さあ、俺の宮殿でドラゴンを捕まえるなんて、この馬鹿げた考えは一体何なんだ。ドラゴンボーンよ、手を貸したいと思っているし、貸すつもりだ。だが先にお前の手を借りなければ。ウルフリックもテリウス将軍も俺が間違った手を打つのをただ待っているんだ。このドラゴンが部下を殺し町を消失させている時に、彼らがのんきに遊んでいるとでも思ってるのか。ダメだ。敵の攻撃の脅威にさらされている時に町の力を弱くさせるような危険は犯せない。悪いな。そういうことなら、喜んで君のイカれたドラゴン捕獲作戦に協力しよう。だが現段階で両者を休戦に同意させることは難しいだろう。両者の間の溝はあまりにも深く入りすぎてしまったからな。おそらく、グレイビアードはどうだ。ノルド全員の尊敬を集めているし、アイフロス川は中立地だ。もしグレイビアードが講和会議を主催してくれるなら、そうすればおそらくウルフリックもテュリウスも耳を貸さざるを得ないだろう。もういいか、町を守る仕事があるんだ。人々はスカイリムをタムリエルで最も危険な場所の一つだという。でもそれは違うわ。素晴らしい場所だし。確かに勇ましい剣士に見えるかもしれない。実は戦争よりも確実な方が好きなんだ。いいこと？
ウルフリックはホワイトランへの攻撃を企ててるのよ。奴がよっぽどバカでない限りそんなことをしようとは思わんだろう。人員が足りない。石膏の報告とは違うわね。賛同者は日に日に増えてるわ。リフテン、ドーンスター、ウィンターホールドが支持してるのよ。それは大義ある戦いではなく、ただの反乱だ。何とでも好きなように呼べばいいわ。あいつはホワイトランを乗っ取る気よ。バルグルーフ市長。バルグルーフは自分の後ろからは山並みの向こうにソリチュードが見えましたのよ。とはいえ、ウルフリックの主張を認めるつもりもないでしょうね。奴が帝国の守りをいらないならそれでいい。ウルフリックに奴の町を襲わせよう。将軍、お前たちと市長どもは閣下、頼んでもない援助を受けるようノルドに強いることはできないわ。ウルフリックがホワイトランへ進軍するなら奴を食い止めなければならない。決まり文句でいいからもう一通手紙を書け。だが今回はウルフリックの計画に関して掴んだ情報を盛り込むんだ。なあ、部下たちは城をうろうろする連中を好きにさせてるのか。ここにいる理由はもうないだろう。本当か。なあ、そうだったな。お前はヘルゲンにいたな。記憶が確かならお前は囚人だったな。ハドバルが生きているのか。そうだといいが、彼はいい兵士だからな。だが彼はまだ姿を見せていない。だから話が本当かどうかは分からんよ。とりあえずリッケ特使と話をしてくれ。抜け目のない奴が我々には必要なようだ。ヘルゲンで生き残った者はそう多くない。それにお前の習慣はひどい誤解に基づくものだった。ヘルゲンで生き残ったの？何があったかティリウス将軍に聞いたわ。生きて帰れた者はわずか。あなたにはいい予感がする。こんなの珍しいわ。戦士は自分の勘を信じることを知ってるの。あなたには普通の段取りは踏まないわ。ちょっとした試練があるの。それに合格したら帝国軍への入隊を考えてやってもいいわ。自信？それとも強がり？自信なら役に立つわ。強がりは命取りになるわよ。すぐにわかるわ。フラグスタート砦を一掃してきてもらうわ。生きて帰れたら合格よ。もし死んで帰ってきたらあなたに用はないわ。古代人はスカイリムのあちこちにたくさんの砦を作ったの。悲しいけどほとんどが廃墟になっているわ。そして山賊と放浪者のたまり場になってしまった。ほぼ無傷で残った数少ないうちの一つがフラーグスタート砦よ。これから駐留部隊を配備するんだけど、まずは住み着いた山賊を追い出さないとね。素晴らしい。それが聞きたかったのよ。さあ最後の仕上げをしてきて。またこういう旅をしたいと思っていたのよ。広いスカイリムを歩くと。
といてください。こんなバカなことに関わってる暇はない。おとなしく来るんだ。手荒な真似はしない。兄弟、嘘、お願いだ。誰か何とかして。人殺し、人殺しよ、ひどい。死に損ないめ。これは驚いた。死んでしまえ。
ここに来るべきじゃなかった。もうやめてくれ、降参する。
ボス、ロンダー。遊びはおしまいだ。まずいと。イーロー気取りか。死にな。オークに打ち勝てる者などいない。首長の名において首長の命令により止まれ。賢明だな。教えてくれ、なぜ私はおとぎ話を追って部下たちを無駄遣いしてるんだ。ウルフリックが王冠を手に入れたらおとぎ話どころじゃないわ。大お帰りなさい。無事で何よりよ。傭兵をやったことはない。すぐに砦に駐留部隊を送り込むことにするわ。なかなかやるじゃない。いつも自分の感心したわ。でもこの先に進む前にあなたを正式に帝国軍に迎えることにするわ。キュリウス将軍と話して彼が宣誓をするわ。帝国軍に加わる前に皇帝と帝国の全ての市民への忠誠を誓ってもらう必要がある。変わったことはない？気が変わったのか？帝国の兵士になるんだな。よろしい。では私の言うことを繰り返しなさい。名誉にかけて陛下への変わらぬ忠誠を誓います。そして偉大なる帝国の将校たちに揺るぎない忠誠を。もし与えられた義務を怠れば神の審判を受け地獄へ落とされんこと。皇帝万歳、帝国万歳。これで君も帝国軍の一員だな。覚えておいてほしい。我々は自分の面倒は自分で見る。帝国軍に入れば命がけで面倒を見ることになる。ベイランドに会ってくれ。通常は火事に精を出している。装備のことは彼に任せろ。さて記憶が確かならリッケ特使が特別な任務を用意しているはずだ。